はいいい始まりままりししした給与明細チチャャンンネネルルでですす毎日投稿してるのでチャンネル登録高評価お願いします今回は愛知県のクリーニング業正社員20年目50歳の方の給与明細です、えー、仕事内容は一般的なクリーニング業まずは、えー、お客様の持ってきた衣類カーペット布団帽子靴などの受付次に預かったものの破りや痛みがないかチェックチェックして問題がなければ品物それぞれにあった洗い方で洗浄開始 洗浄方法としては大きく分けて水洗いと油洗い、えー、洗浄が終われば次は仕上げです基本的にはアイロンでシワを伸ばし,、えー、伸ばし見た目を良くします、えー、最後に仕上がった品物を包装してお客様にお渡しし終了です、えー、必要な資格やスキルがクリーニング師という国家資格が必要で、えー、勤務時間が8時から12時間で残業が2から4時間 収入が月収47万5000、年収650万、ボーナス60万、えー。クリーニング師になりたい方のアドバイスとしては、給料は役職につかなければよくありません。勤務時間は換算期と繁忙期で大きく変わります。えー、働きやすさは非常にいいです。とあります。で、給与明細です。えー、基本給が11万2500円で、職務給が35万3000円。 えそこから、えー、手当が1万円ついて組織給が47万5580円となっていますでそこから工場が引かれて手取りが31万3196円、えー、今回は、えー、国家資格を持ったクリーニング屋さんの方の給与明細でした勤続、えーまあ、20年と、えー、かなり長い間働かれてるんですけど まあこれだけ給料がもらえてたらいやいやク,リクリーニング業界も結構夢があるんじゃないかという感じの給与明細です。今回はこれで終わります。チャンネル登録・高評価お願いします。